ゆうきないのゲームのツボ。はい、こんにちは、ゆうきないです。前に4月1日から消費税が 5% になるから、今のうち任天堂64買っといた方がいいんじゃないのって話をしましたけれど、そしたら3月14日から任天堂64が 16,800円になってしまいました。なんか大量生産ができるようになったから値下げができたっていうことなんだけれど、それにしても8200円も下がるっていうのは結構すごいですよね。3月13日に買っちゃった人とかも日本中何人かはいるよね、きっと。あ、でもその前に CM を見てるか、 CM が放送される前の日とかに買った人はでもいるものね。うん、怒っただろうね1000円とかじゃないものね。今どきやっぱりそんなに下がるものってバーゲン時でも、今頃売ってるフェイクファーのコートとかでもないよね。ダウンジャケットとかでもないかもしれないよね。か、私はあの64はどっちにしろ番組パーソナリティということで任天堂さんからいただきましたので、8200円下がっても下がらなくても一緒です。ありがとうございます。マガジンはバーガーショップでダウンロードしてきてください。アラビンドビンハゲチャビン、何が飛び出すゲームのツボ、20分最後まで聞いてください。有機内のゲームのツボ。日本一短いゲームサイドストーリー、ありとあらゆるゲームのサイドストーリーを紹介していますこのコーナー、今日もたくさんのハガキが来ています。ラスト2になりますが、今日はあの貢献してくれた、散々このコーナーに貢献してくれた鈴木亮さん特集でいきたいと思いますけれども、一体何枚くれたんでしょうね。使われたのも使われてないのも含めて本当にこの方は、それでは葛飾区にお住まいの鈴木亮さんからいただきました、日本一短いゲームサイドストーリー、ゴールド銀行横領事件。愛と信頼のゴールド銀行で横領事件が発覚した。横領したのは同銀行の副部長ジャックス金子容疑者。調べによると、金子容疑者は去年7月から今年2月にかけて約7億ゴールドを同銀行から横領した疑い。金子容疑者は横領した7億ゴールドを次のようなものに使用した。1、不死鳥〇〇〇〇を5,500万ゴールドで購入。2、小さなメダルをメダル王から8,000万ゴールドで全て買い取り。3、元竜王の城だった古城を6,000万ゴールドで購入。4、イシス周辺にあるピラミッドを1億ゴールドで購入。5、伝説の王墓全種類裏ロートで3億ゴールドで購入。などなど、この他にもいろいろなものを購入し、7億ゴールド全てを使用したらしい。なお、金子容疑者は賄賂もやったなどと話しているという。
あ、元竜王の城はちょっと欲しいかな、別荘に。なんか下の階に行けば行くほど照明がなんか暗くなっていったりとかして、だけどなんか一番下のあの湾の竜王がいるところとかではなぜか明るかったのは、湾やった時ってなんで一番下がこんな明るいんだろうって思わなかった？なんで自然光が入ってくるんだろうとか。欲しいな。小さなメダルをもらってもしょうがないからな。うん、景品を全部集めなくてももらえるとか、そういう方がいいかな。そして次はまたもや葛飾区の鈴木亮さんの日本一短いゲームサイドストーリー M ファイル。あなたは M ファイルを知っているか。マリオとピーチが担当するこのセクションは科学では解明できないとても奇妙な事件ばかりを扱う。それゆえ事件の報告書は常にトップシークレット。したがって M ファイルの存在を知っている者はごくわずかしかいないのだ。マリオとピーチは今日も M ファイルの事件に追われていた。マリオ、あなたが喜びそうな事件よ。なんだいピーチ、どんな事件だ？人間の手らしきものが草むらで見つかったらしいの。死体は見つからず、手だけが多数捨ててあったそうよ。え、バラバラ殺人？さあ、とにかく現場に行ってみましょう。早速現場に向かったマリオとピーチ。二人がそこで見たものは、ピーチ、見てみろよ。手がドロドロしてるぜ。ま、間違いない。これは人体自然発火だ。違うわよマリオ。え、なんで？だってこれ、マドハンドよ。マドハンドに体があったら怖いよね。千手観音みたいにたくさん手があるのかなとか、マドハンドの場合脳みそはどこに入っているんだろうとか、名前はどこで呼ぶんだろう。中指でなんか名前呼ぶの？仲間呼ぶの？マドハンド社会っていうネタ結構好きだったな、そういえば。はい、日本一短いゲームサイドストーリーのコーナーではありとあらゆるゲームのサイドストーリーを募集しています。ゲームキャラの裏話、武器、アイテムの秘密など、いろんなサイドストーリーを考えて送ってください。宛先は郵便番号111東京都台東区浅草橋 5-21-4 セントギガ、有機内のゲームの壺、日本一短いゲームサイドストーリーの係までです。有機内のゲームの壺。ワンワンコーナー。単なる思いつきを一つのコーナーにして、なんとか今日まで持ってきたコーナー、ワンワンコーナー、最後もワンダフルなコーナーをとなっているんでしょうか。最後のテーマは任天堂 64CM 没バージョンです。任天堂64が安くなることを知らせる CM が放送されていましたが、どういう CM だったかというと、女の子が踏切のところにいて、そこで任天堂64が3月14日からというと、と電車の通過音がして、その後にになるのいいでしょうというやつですね。要はそこでまあ16,800円になるのいいでしょと言っているわけですが、この CM の没バージョンがあったらしいので、それを紹介します。まず一つ目の没バージョンはこれ。任天堂64が3月14日から色が茶色になるんだって、いいでしょう。んー、なんか家具調、いや家具調っていうか木目調に見えないでもないっていうか、茶色になるとね、和風の部屋にもしっくりきて、なんていうか家族で楽しんでいただけて、皆さんにね楽しんでいただけるかなって。続いてはこれです。任天堂64が3月14日からポマード臭くなるのいいでしょう。3月14日からね、走りを散歩くテカテカになるそうです。これもなんていうのかな、持ちにくくていいでしょ、まだ臭くなるの、なんか
ちょっとすごい松ヤニっぽいやつは森林浴の香りに漂わせながらゲームをしてもらうと、アロマ効果ね、アロマ効果かな。次は任天堂64が3月14日から、何が何だかわけわかんなくなるの。いいでしょう。まあ夜水を与えたりとか昼食物を与えたりとかいろんな禁止事項があって内臓を食べられちゃったりするんですね、間違った飼い方をすると。でなんかあの手足も生えてるだけじゃなくて、あのボーリングもできて、なんか緑の液体も流れて鼻があって息も吸うと。だからなんかあの女神転生みたいなのが出た時にね、64と何かを合体させたらこうなっちゃったとかね。うん、なんかこれあの窓から地球が多かったっていう感じの宇宙まで見えてくると、うん、ここまで進化して一番の鎖とか読みやすいかもしれないですね、うん、はい、以上最後だったのに最後のワンマンコーナーでした。勇気だゲームのツボ。さてここで一つ聞いていただきたいものがあります。テープですけれどもね、それはゲームのツボのミニコーナー素晴らしきゲーム仲間の、ゲーム仲間の、総集編のテープですが、この素晴らしきゲーム仲間というコーナーは私ゆきないがお話をしてみたいゲーム関係者の皆さんをお招きをしていろいろと現場話をしていくコーナーでした。で最初の月はぜひ話を聞きたかったボンバーマンを作った方でした。でその後はセプテントリオンとかクロックタワーを作ったヒューマンの方とか、シリアンを作った中ソフトの中村さんとかいろいろいましたけれども、やっぱりあのねヒューマンの方の後から出たマガジンの合成のやつがねすごいインパクト、シザーマンと一緒だったっけ、本当に怖かったんだよねマガジンが。結構インタビューの時に出てくるやつがで、なんかインパクトがあった方でしたね、はい、では素晴らしきゲーム仲間の総集編のテープを聞きください。クロックタワーって出ましたよね、はい、で私なんと全エンディングを見たんですけれども、すごい、でも難しいんですか。実はそれ、私が知ってる限りで9つエンディングを全部見たという人今日初めて聞きました、ね、もしかしたらもしかしたら数少ない、私は何者だ、いや、すごいですよセプテントリオン、あのねすごい怖いなって最初思ったのがやっぱりまずは落ちるシーン、おー、ガコッ、はい、うわ、やだやだよこのこと急に出さないでしつこいのですが、ルイジはどこに今いるんです多分次の64マリオ2かな。最初の頃はね実験ではいたんですよ、で2人で結構あのマリオブラス みたいにあの飛び跳ねてたんですけども、いろいろと事情があってロールプレイングゲームの面白さのツボっていうのが分からなくて、何がこれ面白いんだろう。あの特にあと小学生の時初めてドラクエの1とか、中学生の時とかやってると、ドラクエのスイッチを入れて、タンタカタン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 、なんかロトの血を引く者がどんだけ頑張ろうと、俺の方が辛い思いしてんだよこの野郎って思っちゃうからね、ダメだったのよ。あ、マリオの意地悪なコース担当したんだ。あ、ごめんなさい、バレてしまいましたか。このあのちょうど落ちそうなところでちょうど飛び越えすぎると落ちちゃう、また変ななんかあの辺のことは毒キノコみたいなやつとか、僕の責任です。みんなどうするマリオって何か特徴あるのかな。マリオはあの当たり強いんですよ、加速はちょっと早い。ヨッシー、ヨッシーは早い、ヨッシー早い。何これ何これ、あこれはいいアイテム。ああ、
いい時にいいの出すな。やったー。あ、負けちゃった。負けてしまいました。参りました。やってさあ、私勝ったんだっけ。なんだ、そうしちゃったんじゃんってそんなこと。スタッフの人からですと、毎回ゲストのゲーム関係者の人が勇気ないを褒めるのが面白いところだったらしいんですけれども、あの来ていただく人もちろんちゃんと開発したりストーリーから関わってる人もいましたけど、宣伝担当の人とかが来るとその人よりも下手するとゲームのソフト自体をやってたりとかして、それでなんかね、そういうところが面白かったみたいですね。クロックタワーは結構本当に早い時間で全部 見れちゃったから、容量力からそうやって驚かれるとは思わなかったから、うん、びっくりしてしまいましたが、実際難しかったんだろうな、あれ。出演していただいた皆さん、どうもありがとうございました。ゆうきなえのゲーム、ゆうきコレクション最終回。ゲームの中に出てくる美術品の殿堂、ゆうきコレクションにようこそ。私がゆうきコレクションの女主人、ゆうきなえでござりまする。このコーナーも今日で最後です。で、最後の最後にゲームの世界から持ってきた品物、こちらです。セントキングからの表彰状。あ、現物が。どうも。現物が来るのは初めてざますね。ざますっすか。はい、表彰状、ゆうきなえ殿、あなたはどうしてそんなこと知ってるのという知識でサテラビュープレイヤーにゲームの新しい楽しみ方を教えてくれました。1年間本当にありがとうございました。ゆうきなえのゲームのツボプロデューサー風石田直人でしたありがとうございます。なお、あの副賞として、任天堂64用ゴールドコントローラーをすでにお渡ししております。はい、あれは私実力で勝ち取ったのざますけど、そういうふうに見せかけております。副賞だったんざますか。プロデューサー風の方からじゃあいただきましたが、あ、プロデューサーだったということが今風でございます。風だったんざますね。ありがとうございます。手書きのこのすごい下手くそな字の味があるって言うんだよ、こういうのなんか全然明朝体でもゴシックでもない、なんかさ、原稿サインペンで書いてるような、筆ペンのなんか、筆ペンで書いたにしては全然跳ねたり流したり止めたりしてないんですけれど。難しいんですよ、そうやって書くのは。あ、そうです。ありがとうございました。今までの品物はセリーにかけたいと思うんですけど一つ一つの品物はじゃあね、ゴールドの、ポケットボーイお腹送ってくれた人に写真を撮ってあげるなんていうのはどうざますかね。きっと怒られるざますね。以上、ゆきコレクション最終回でした。今日の放送はいろいろあったねいや、実はね、私が今日あのちょっと遅刻してしまいまして、車が、あの、まあ、よく場所から混む場所ではあるんだけどね、このスタジオ、浅草のあるところが問屋さんがたくさんあるところだし、またハマってしまって、うわー、ついに本当もうすぐ終わりなのに遅刻しちゃってって思って、こそこそ入ってきたらディレクターさんが来てなかったのであ、ここにいる。あ、今初めて顔を見た今来ましたなろうというわけで、結構協力し合って今日の番組を作りましただからまあね、うん、来週最後だけれども、来週も絶対聞いてくださいね。ありがとうございました。また来週